半歩前で手を持たれる。はい、3、2、いざ。ちょっと弱いかな。筑波大学の角幸四郎です。ジュビロ磐田の選手、スタッフであったり、ジュビロ磐田に関わる全ての方々の、温かさだったり優しさで、また試合の時に感じたその地域の盛り上がりだったり、そういうところに惹かれてこのクラブでプレーしたいなと思いました。本当に選手との距離が近かったり、サポーターの皆さん その応援の声量だったりとかっていうのにすごい刺激を受けて、本当にやっぱり自分でここでプレーしたいなっていうふうに強く思いました、ね。はい、そうですね、まずは点を取りたい、そしてチームを勝たせるっていうところですね。あとはボールを持った時の、観客の皆様を楽しませるプレーができたらなと思います。体格は小柄ですけど、強さだったりドリブルのキレだったりっていうのに自信があるので、そこを見てもらえればなと思います。ジュビロ磐田ファンサポーターの皆様、一日でも早く皆様の前で、プレーできることを楽しみにしています。これからも応援よろしくお願いします。